名古屋工業大学教授山爺がおもろい企業の魅力を深掘り。山爺のおもろい企業見せまっせ。山爺がロックオンしたのが、ものづくりに欠かせないパーツや生産システムの供給を展開するメカトロニクス専門商社、大同株式会社。およそ70年の歴史を持ち、総社員数およそ1000名、総売上1000億円を達成した優良企業です。ロボット館1階を訪れた山爺、中村次長に大型ロボットのデモについてお話を伺うことに。こちらがですね、バラ積みロボットになります。ロボットのですね、上部のところに 3D カメラ、3D カメラで撮像して容器の高さ、位置、これを確認しながらロボットが取りに行くシステムになっています。下にですね、2D のカメラももう1台ございまして、最後コンベアに排出するときはキャップをですね、同じ方向に、実はこういうバラ積みロボットってですね、一番頭に来る工程になるんですよね。バラバラになった状態でやっぱりこう入ってきたときって、自動化したいよ、精進化したいよっていうお客様が非常に多くいらっしゃいます。そうか、これはいいなってことになるんですね。その通りです。はい。こちらのロボットはですね、共同ロボットというロボットになります。安全柵なしで、ロボットと作業者が隣同士で作業をすることができるというのがこの共同ロボットになります。バーンとぶつかれば、ロボットは安全にですね、停止するということが一つこう大きな理由になるんですけど、やらなくていい仕事はこの共同ロボットにやらせることによって、一人のまあ負荷を下げるだけじゃなくて、一人の効率をもっと上げるということで、実は今いろいろなお客様から、ユーザー様からお問い合わせをいただいております。柔らかいことをやることがロボットはすごく苦手なんで、その柔らかいことをやるのは絶対人間でないとダメなんだっていう、だからこそこれが必要なんですよね。そうですね。小型の共同ロボットがある3階へ。そこで大同のロボット事業の強みを実感することに。こちらになるんですが、AGV になりまして、日立プラントメカニクスとコナックのロボット、で、間に大同が入って3社で共同開発しましたよっていう商品になります。2次元のカメラだけで今見て作業をしているっていう形になるので、全然コスト的に変わってきます。だいぶ違うんだ。はい。なので、大道具側の提案としてこういったやり方がありますよっていうので、いや、これ AGV とくっついてるところがね、面白いですよね。そうですね、すごくね、開発の人間として入り込んでいろんな意見を言ったり、いろんなこの提案をしたり、十分面白いじゃないですか。面白いですね。ロボット館では大道が提案している最新ロボットやメーカー様と共同開発したロボットの見学をはじめ、ロボットを実際に操作することもできるんです。あのロボットがね、これ、営業用に作られてる感じが多いんですけれども、ぜひね、理系学生ここへ来て、このロボットをつなぐっていう、コンダクトをするっていう意味を感じてほしいし、ここに来させていただけたらと思ってます。いやー、ロボット館本当面白いです。おもろい企業認定。